こんにちは、てつりです。今日はとある駅に行こうと思います。ここは東二見駅、これに乗っていきます。ご注意ください。ということでやってきたのはここ山陽電鉄別府駅です。東二見から2駅ほどこちら西和目にやってきまして、別府駅という駅です。ここはね、少し高架の上にありまして、すぐ横に新幹線が走る姿を見ることができます。ということで、ね、向こうのホームで見てみたいと思います。一つ言っておきましょう。豊かな海づくり大会っていうのを兵庫大会、未経津国兵庫とかいうやつでね、兵庫県の明石市でこんなようなやるみたいなんで、山陽電車のラッピングでもこんなものができるようなので、皆さん見てみたという感じです。皆さんもね、ぜひこういうのお近くでしたら参加いただけたらと思います。おー、そうですよ、あれですよ、この新幹線がすぐ横を通過していきます。お、すごい、すごいな。ちょっとあれ間近で見ていきたいと思います。はい、改札口出るの忘れたらダメなので、はい、一応言っておきます。山陽電車別府駅、こんな外装になっておりまして、こちらが先ほど見た新幹線の高架になります。こんだけ近いところで、しかもこの駅舎でホームから見える場所ってなかなかないですよね。ということで、こっち側よく見てみましょう。はい、じゃあ再び入っていきましょう。はい、ここに来るともう目と鼻の先にですね、新幹線の高架が、あるというわけなんですけど、はい、先ほど駅名表をご紹介してませんでした。別府駅、隣は浜宮、そして隣半美馬町駅となっております。なんか列車がやってきましたね。すいません、やってきたのは下りの普通車です。6000系の中で5番目に作られた車両になります。姫路行きの普通車です。あれ、さっき普通電車遅れてるとか言ってたんですけどね、気のせいでしたか。肝心の新幹線が出てきてくれませんね。またちょっと後で来てくれると思いますけど、扉が閉まりまして、発車していきました。6000系かっこいいね。やっぱり山陽電車の6000系はとてもかっこいい、見栄えのある車両でございます。
意外と田舎みたいに思われるかもしれませんが、まあ東京とか大阪とかに住んでる人からは田舎ですけど、まあ微妙なところですね。この駅前にも大きな商業施設がありますし、そんなにダメってところではありませんが、特急が停止しないのが唯一の難点です。さて、4両編成でやってくるとかいう放送したんですね。ここですね、やってきたのは3000系電車です。またしてもこれが下りの列車。これに乗ったら先ほどの東二見に帰るのも容易です。新幹線が急に来るんで、本当にまあびっくりしますよね。急に来ないでいただきたい、本当に。さて、発車していきます。普通阪神神戸三宮駅。青色の幕を出しております。そのまま発車していきます。ということです。いや、さっきの新幹線急に来てしまいましたね。すいません、綺麗に撮れずに申し訳ありませんでした。新幹線には踏切なんてものがないので、分からないんですよね、いつ来るかというのが。まあそれはあれ見てたら分かるんですけど、ちょっと待ってくださいね。運行情報というものは JR 東海を出しておりまして、その運行情報から見ることができるんですけど、東海道山陽新幹線の これから見ることができます。ここは姫路駅と西明石駅の間ですので、上り光514号、そして桜554号が、ここを上り方面に行くというのが見ることができます。さて、さっき見たのは光号っぽかったですが、554号、桜号が来たらちょっと皆さんにお別れをつけたいと思います。で、そうですね、桜554号ですね。岐阜駅は住宅街が多いのでしょうか。ここに無料駐輪場らしきものがあるんですが、すごいね、駐輪場がいっぱいあります。とてもエコな場所ですね。あ、すいません、すげえピントが合ってなかった。ここから先は制限 95km/h 以下で走ってくださいという速度標識です。ここから先は何でしょうね、カーブとかそういう関係なのかな。ここで少しカーブになっておりますが、ここから山陽電鉄とちょっと離れていく新幹線がね、離れていくところになるんですが、この辺りからはずっと一部区間新幹線と山陽電車が並走します。中でも新幹線を間近で、しかもこのような塀というんですかね、この高架の端の塀の部分を取り払って見れるのはここぐらいですよね。ここより高いっていう場所が、なのでここはすごいいいスポットだなと感じますが、防音壁がもう少しなかったら、とても綺麗だったと思われます。そんな感じですね。本当に鉄オタ大興奮の駅をご紹介いたしておりますが、本当に僕もこの駅は気に入っておりまして、あ、新幹線が来たっぽいな。54号です。さて、風が強いですが、列車もやってきました。山陽電車の阪神電車の8000系電車がここまで乗り入れております。さて、一応おさらいしておきますと、この山陽別府駅は普通電車、そして S 特急しか止まりません。ちなみに S 特急というのは東二見より西側、この区間ではですね、全駅に停車するので、基本普通電車という扱いになります。ということで、今回はこの辺で終わりましょうか。こちらが2新幹線、先ほど見たのはさくら554号でしたっけ。で、こちらに今見える線路、この線路が山陽電鉄本線、向こう側が姫路方面、こちら側が、明石、そして神戸、大阪方面です。大阪、梅田、そして山陽姫路に直通する列車たちは、ここからは出られないということですね。
暑いですね。でも今6月の7月ですね。もう7月の何日だっけ、7月のなんかの7月の4か5ぐらいの日にここ来てるんですけども、朝すごい雨だったのに今すごい晴れてます。ということでこの辺にて終わりましょう。山陽電車、そして新幹線の両方が並走する区間、そして鉄オタ大興奮の駅、ベフ駅という案内でした。では皆さんありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さようなら。